フィジーエアウェイズは、フィジーの南地国際空港を本拠地にしているフィジーの国営航空会社である。エアパシフィック航空時代のロゴ、塗装フィジーエアウェイズの設立は、オーストラリアの飛行家で、フィジーのヤシノエンをもだったハロルドガッティの手による。デハビランドドローバーなどの小型機を使用して、ナウソリ空港を拠点にバヌアレブ島、タベウニ島マ,マの定期便を開始した。 1958年にはカンタス航空と合併。1960年頃からニュージーランド航空、英国海外航空、フィジー政府、トンガ政府などが株主になるが、1978年までにフィジー政府が筆頭株主となった。1972年にエアパシフィック航空に社名変更。 2013年6月27日2 1958年から1970年まで使用していたフィジーエアウェイズに社名を戻した。2018年12月からは航空連合であるワンワールドへワンワールドコネクトとして加盟した。ワンワールドコネクトは新たな加盟制度であり、加盟にはスポンサーとして最低三社のワンワールド加盟航空会社を必要とする。 フィジーエアウェイズは、その第1号となり、アメリカン航空、ブリティッシュエアウェイズ、キャセイパシフィック航空、カンタス航空の4社がスポンサーとなった。フィジーエアウェイズとワンワールド加盟航空会社間でのマイレージやラウンジの総合利用は、全加盟社でなく一部の加盟社間との利用となっている。優先登場とビジネスクラスチェックインカウンターでの搭乗手続きは、全加盟社の会員が利用できる。 2019年2月からはワンワールドに加盟している日本航空と新たにコードシェアを実施。日本へは1998年10月30日より成田国際空港へ就航し、以前は関西国際空港にも乗り入れていたが、現在は廃止されている。その後のフィジーの政変や競合リゾート地との 競争激化などによる、ここ数年間の需要低迷を受けて2009年3月28日の便を最後に日本路線から撤退したが、2018年7月3日より、成田線を週3便で復活させた。フィジーリンクにより運行されている。2017年12月現在、エアパシフィック、6月27日にフィジーエアウェイズへ名称変更フライティム、 ハットエアパシフィック、新ブランド、フィジーエアウェイズに切り替えフライティム、ハットジャル、フィジーエアウェイズとのコードシェアを開始日本航空、フィジーエアウェイズ、日本最終航9年ぶり成田ナンディ、週3往復。2018年7月3日閲覧。フィジーエアウェイズ、2018年7月3日より、成田イコールナンディ線に新規就航。成田国際空港2017年12月6日。 Fiji Link, Domestic Flights to Fiji, Fiji a i r w a y t i a i r w a y s f e t d e t a i l s a i r f l e e t s n e t HATFIJIAIRWAYSFLEETDETAILSANDHISTORY-PLANESPOTTERS.net ありがとうございます。